はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。しもです。しもというアカウント名ですが、私は東京都北区しもという町が地元で、しもという町は志が茂ると書いてしもと読みます。昔からこの志が茂るというニュアンスが大好きで、地元の町名に誇りを持っていて、しもという町をレペゼンしたくてアカウント名にしてみました。そして私は年齢を重ねることで滑舌が悪くならないようにと、少しでも日々の社会の変化を学べるように日頃から日本経済新聞を音読しています。さらに最近は頭の活性化のために記事を記憶して読む試みに取り組んでいます。音読に対して記事を記憶して読むので音読です。音読する題材は今回も日本経済新聞の春秋というコラムです。春秋はそれほど分量は多くないのですが、それでも実際に記事を覚えるとなると本当に大変です。私は春秋を1回手書きするごとに3回音読することを繰り返して少しずつ覚えています。手書きして音読して記事を覚えるのでとても時間がかかりますが、何十回も手書きして何百回も声に出して読むので、なんとなくの風景とか登場人物のイメージなどが浮かんでくる気がします。そして滑舌が悪くなることを予防する他にも、発声の練習、字を書く練習、読むことはできても書けなかった漢字の練習など、たくさんのメリットにも気づきました。今回もどんな風に仕上げられるのか楽しみなので、早速見てみたいと思います。それではどうぞ。為替相場は安定せず、物価は上がっている。人々は生活の不安に苛まれている。ロシアや中国との関係もなかなか難しい。足元の話ではない。1923年の関東大震災の後に内相などを務めた後藤新平が大正末期の日本をめぐって挙げた懸案の数々である。とりわけ手厳しいのが政治への視線だ。政党はすべて利権獲得株式会社である。政界には闘争心理が充満しているではないか。数を頼みに財政をもてあそんだ結果、国家経済が危機に瀕しているとも難じた。この勢力が洗い除かれなければ国と民の運命は分かりきっていると容赦がない。岸田首相が内閣改造を行った。女性が増えた一方、内向きの印象が拭いがたい。この間、秋元正敏議員の再生エネ利権疑惑は詳細な説明がないままだ。ばらまき続きの経済対策に金利上昇が加われば、財政再建も遠くかすむ。100年経っても同じか。後藤のぼやきが聞こえてきそうだが、さて世間にはどう映ったろう。折しも昨日はロシアと北朝鮮の首脳会談もあった。中国の威圧もやむ気配がない。内外の難局を乗り切るには有権者の自覚が欠かせぬ。政治と自分を切り離して他者を責めるばかりではいかん。後藤はそう説いた。改造の先には衆院選が見え隠れする。一票をどう使うか、今から熟考しておいても早すぎることはない。I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least. はい、いかがだったでしょうか。今回の春秋は後藤新平という医者であり官僚、そして政治家となり大臣も務めて関東大震災からの復興に尽力された方にまつわるお話でした。後藤氏は
政治家の倫理家を唱えていたらしく、大正時代の当時から厳しくて鋭い指摘を行っていたようです。そして先だって行われた内閣改造について、目先の新鮮さを装い、多少顔ぶれを変えることで政策などの不備を取り繕うようなことは100年も前から変わらず、大正時代から現代に至っても国民の悩みや不安は解消されていないのではないかとまとめられていました。大正、昭和、平成、令和と時代は進んでも、私たちの生活を取り巻く環境は問題が解決するどころか、世界のどこかでは戦争がなくなることもなく、ますます複雑で難しい世の中になっています。そんな中で私たち個人個人にできることには限りがありますが、可能性を求めて希望を伝えることはできるはずです。後藤氏が倒れる3日前に残した言葉、よく聞け、金を残して死ぬ者は下だ、仕事を残して死ぬ者は中、人を残して死ぬ者が上だ、よく覚えておけ。この言葉を胸に刻み込んで、一票の使い方を考えてみたいと思います。それではまた。 When I'm in love with your beauty.